始まりましたエルフアタイム MC の木島明日香です。さあ今日はですね、会社員体験の企画会議に私が一緒に参加をして、その時に決まったワンパン料理、今日はやっていきたいと思います。というわけなんですけれども、実はですね、調理の関係上ですね、ワンパンではなくスーパン料理になってしまうんですけれども、美味しいねカルボナーラを作っていこうと思っています。もちろんですね、JA タウンの食材で今日は作りたいと思います。で、今日使う商品こちらです。まず、ででん、古国育ち、これ生パスタですね。そして、まあ、カルボナーラといえば大事なおこっぺハム、手作りベーコン、あとチーズ、バターセットですね。すごい量。そしてスズラン牛乳、ででん、これと最後、大事な大事な卵、土佐次郎の卵。はい、今日はこちらの食材を使ってスーパンカルボナーラを作っていきたいと思います。それでは早速調理していきましょう。北海道酪農王国オホーツクおこっぺより、おこっぺハム、手作りベーコン。北海道認証制度でベーコン第1号に輝いた自慢のベーコン、オホーツク産のバラ肉を原料に乾塩製法で塩漬けにし、風味豊かな商品に仕上がっています。やばっ、長野県全農長野、僕らは美味しい応援団より、 JA 上伊那すずらん牛乳。半世紀以上続く長い歴史と変わらない味、市場に多く出回っている牛乳のような高温殺菌をせず中温殺菌をしております。濃厚さと牛乳本来の甘さ、コク、香りが楽しめます。滋賀県ファーマーズマーケット大民地より、大民生パスタ、古国育ちは滋賀県産小麦ビワホナミをふんだんに使った滋賀県育ちの生パスタです。ビワホナミに加えデュラム小麦を使用することによって弾力性の強い美味しいパスタに仕上がりました。楽一楽座、牛さんからのお裾分けより、バターチーズセット、ほのかな酸味が魅力のマイルドなチェダー、芳醇な香りと濃厚な旨味を持つゴーダ、糸引きのいいモッツァレラのチーズ3種を配合しました。セルロース不使用でチーズ本来の自然な風味を楽しめます。業務用 1kg のお得なサイズです。兵庫県西の美味しさこだわれマルシェより、土佐次郎の卵。高知県の西南部黒潮町皆川の上流の民家のない渓谷の一角でのびのび飼育された土佐次郎から生まれた卵です。認定生産者が放し飼いや十分な飼育期間など一定の条件で飼育したもののみ土佐次郎として出荷できます。安全高品質のブランド卵をぜひご賞味ください。というわけでスーパンカルボナーラ完成でーす。めちゃめちゃボリューミー、すごい。これみんなで食べるんですよね。最初は君はさんだけでいけるところまで。あ、手前だと思います。なるほど、はい、あれも美味しそう。じゃあいただきます。頑張ろう。美味しそう。でもめちゃくちゃ濃厚ですねこれ。
ちゃ美味しい。すんごい濃厚ですね。パスタももっちもちだし、意外といけるかもしれない。アスカヘルプを使いたいと思います。この3つのカードの中から1枚を選んで、そこに書いてある方が助っ人として一緒に食べてくれるみたいです。はい、じゃあこれあっ、はい、じゃあちょっといつも編集を席に立っているディレクターさんに来てもらいましょう。よかった、男性引いてはい、じゃあよろしくお願いしますなんか髪の毛の色も相まって渋谷のクラブにいる DJ みたいな感じはい、はい、続きは食べなくて。食べます行きます。めちゃめちゃ濃厚。ベーコン。ね。褒めたやつでカイさんが面白い。なんて幸せな。牛乳の香りめっちゃ。うん、めっちゃする。紹介しましょう。リコちゃん。パリピが二人おるて。パリピ二人おる。なんてシュールな。あーベーコンすごい。美味しいですよねベーコン。うん。うん？減ってる？おかしいな。結構食べてるね。どうですか、リコちゃん。回しに入る。大食いで箸を置いたら終わり。やばい。リコちゃんの頼りなさすごい。この。かわいい、リコちゃんがかわいいさっきまでの勢いどこ行ったんですかじゃあちょっとお時間ということで、やばい、一旦どの体質力にごちそうさまでした。ありがとうございました。普通にご飯食べてからはい、ということで、ツーパンカルボナーラを作ってみました。本当に濃厚で麺ももちもちでめちゃくちゃ美味しかったです。まあ、結構本当にボリューミーだったし、満足感がねすごかったです。でね、この、まあ、半分ぐらい今残ってるんですけど、あとスタッフさんがね3人ぐらいいますので、多分めちゃくちゃお腹を空かせてると思うので、残りみんなで食べたいと思います。それではチャンネル登録、グッドボタンもぜひぜひよろしくお願いします。食材が気になった方は概要欄に貼っておきますので、よかったらそちらからチェックしてみてください。それでは、バイバイ。